今回ですけれども、カップヌードルチキンのシュプレームソース味トリュフ風味ということで、これをですね、新しく売っていたので購入してみました。カップヌー史上最高級スープのフレンチ。ここに、鶏の旨味が効いた濃厚クリーミーなスープにトリュフの風味が合わさりトルビアンというふうに書いてますね。麺は油揚げ麺で、全体の容量が 84g で、麺が 60g というふうになってます。こんな感じですね。熱量 423g。ちょっとこう小さめな感じのカップヌードルなんですけれども、麺が 60g ということで、スープの量がこう通常のよりも少なくなっているんでしょうかね。まあそんな感じかなと思います。で、この蓋の上のところに特製トリュフ風味オイル。これがついています。中を開けてみるとこのような感じですね。こうまろやかなスープの粉末のような感じと、麺の細さは通常よりも細麺っていう感じしますね。で、このお肉ですけども、多分チキンが入ってるんではないでしょうか。人参とかネギが入ってると、そういう感じになっています。それでは出来上がりました。こんな感じですね。麺はやっぱり若干細めの、そういう感じですね。薄めの麺で平打ちっていう感じで、多分これが鶏肉のこのチャーシューみたいな感じで、でスープがこう鶏の旨味が効いていそうな、こういう、白濁したですね、美味しそうなスープになっています。それでは食べてみます。それでは今食べ終わりました。こんな感じですね。スープなんですけども、ちょっととろみがやっぱりかかってまして、かなり濃厚でこってりとした、油でこってりというよりも、こう出汁がこってりみたいな、そういう感じでした。チーズがですね、入ってると思うんですけども、そのチーズの風味がすごく良くて、まあその分塩分もですね、ある程度、しっかりしてるなと思ったんですけども、出汁とあと野菜の甘みでしょうかね。そういった感じのスープで、こうクリーミーさがかなり濃厚ですごく良かったですね。麺との相性もすごく良かったです。麺も細麺だったので、こう、スープがこう、しっかり持ち上がるので、スープの美味しさを味わえましたし、あとですね、こう、とろみがあるので、最後まで熱々のスープで楽しめました。あとはですね、トリュフのオイルがありますので、食べてる時にですね、こう、ところどころでスーッとですね、キノコの風味が鼻から抜けていきまして、それもいい香りですごくですね、美味しかったですね。うん。チキンの旨味もたっぷり出てましたし、このスープも美味しかったので、最後までこう飲んでしまいそうな、そういう感じですね。分量的にもそれほどカップの大きさは大きくないので、こう食べてるうちにちょっとスープ飲むと、どんどんなくなるなっていう感じで、全部スープまで飲んでしまいそうな、そんなような分量感でした。うん。今回このチキンのシュプレームソース味、トリュフ風味。これですね。チーズの香りとか、好きな方で、ある程度、こう、なんていうんですかね、甘みもありつつ、クリーミーなスープ、好きな方にはぴったりだと思います。これ美味しかったので、ぜひですね、気になりましたら食べてみてください。